5キャラぐらい悪味、微妙なとこよね。そうですね、お足先端ぐらいのところかな。そうですね、はいはい。キラキー 1P、あつがり 2P、 これ3人マイクやってほしかったけどやりたくないって。あ、確かにいらっしゃったんですけど。いや、あの正直マイク盛り上げるところどこに盛り上げようかと思ったら、やっぱプレイヤーがやっぱ勝手に盛り上げてくれるもんですね。サードは本当にいいゲームですよ。本当に面白いこのゲーム。俺の後ろ誰もいなかったけどさっき。あ、そういうの。まあね。さあ、ケンタイエレナ、まあこの二人割と仲良し組、よく高円寺でやってたりとかするのかな。エレナを捨てた男とエレナを拾った男とそういう話にしますというところです。もうキラキー、まあ元々ビギナーズ組でやってくれてて、その頃はエレナでした。もう覚えてる方もちょっと減ってきたんじゃないかって感じだと思いますが、10になって3年ぐらいかね。なるほど、 2,3 年ぐらいですねっていうところで、まあよくしてる2人のこの10作というところで人読みなんかも入るかもしれませんと。まずはエレナ、どういうとこなんすかね。剣的には陣雷が溜まってるとかなりアドバンテージ高そうですけど。そうですね、しゃがみでのブレイブは結構減りますね。初段がとにかくダメージでかくて、おお、処理処理、これですね。これでかなり減っちゃうね。エレナ相手に確か移動いらないんですよ。ああ、逆に移動すると当たらないってやつかな。そう、あ、うまい、しっかり地上にかぶらして大戦でもいいとこ行ってるんだよね。ぐらいだったじゃないかな。おっと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 、 EX 波動が漏れちゃったか。これはいい判断、しっかり殺す。なるべく剣も単発で終わりたくないですね。そうですね、ちょっとね、うん、ちょろっとだけキラキーに聞いたら、はい、割とエレナ対策いろいろしてきましたみたいなことを言ってたので、やっぱりこうやる意味のある対策ってことですね。みたいですね。突発ではなくて、土曜10作ってそもそも予約がないとやれないんですけど、結構前から予約入れてきてくれた2人なので、お互いある程度準備をしてるというとこなんですね。そうですね、ブレイブと EX コンボね、ぶっちゃけあんまり変わんねえぐらい。そうなんだ。 EX コンボめっちゃ減るじゃん、あれ。まあ、めっちゃ減る、EX ライオンボ、めっちゃ減る。多分状況がコンボの方が状況が少ないのかな。そうだね、EX ライオンボだとひっくり返っちゃうじゃん、うん、だからそれで画面端とかケアしてるのかもしれない。あ、これですね、ドロってちゃんとコンボになるっていうのが大事っぽいですね。まあまあ大事、一番大事なところですね。ジャンプフラップを仕込んでいた。これは単発確認か。いや、なんか状況確認っぽいですね。暴れていた、投げてなかったか。ちょっとスライドになっちゃった、うん、重足エクサード。こうエレナが前に出る展開になると剣側としては、まあ、してやったりと感じなんですかね。やっぱりエレナは、まあ、一つラウンドアッチっていう、まあ、同時にはとにかく有効な技が一個あって、下段をかわしつつしっかりダメージを取れる技。シャガグラを許しませんね。許しませんね。EX ライノは確かマイナス2のはずです。ガードして投げがかくらないはず。かくらないですね。エレナ自体結構ね、粒揃いなところはあるんですけどね。実際戦えないキャラでは間違いなくないですし、最後は削りで勝ってきましたね。壊し昇竜拳だったん、あ、壊し、スクラッチホイールだったんだけど、はい、まあちょっと竜、あ、竜じゃない、剣はワンドの昇竜拳あるから削りも怖いね。怖いですね、実際ね。わあ、重足、中小竜陣内ちゃんと中小竜まで入れてくるところに意識の高さを感じる。おお、いっている、負けて、まあ、ここら辺はその置き詰めでめくりで前ジャンプするとエレナの昇竜がスカルプで、あー、なるほどなるほど、結構強いタクなんですけど、ただその代わり、はいはい、画面端になっちゃうんですよね。結構リスケターン難しいところですね。難しいところです。まあ勝ってるからいいだろうという感じなのか。確かに。うわー、これですね。これ。これです。で、こっからダブルいけんのがもうやっぱり。ワンドロ昇竜、この削りを許さない。わかりやすくダブル、こっからダブルでダメージ取れるのは一つ剣の強みですね。ただエボタがまだあんまりなんだろうな、いわゆる何
ラウンドアーチあんまり振らない感じのイメージですね。まだ、まあ、多分差し返し怖いんでしょうね。そうですね。ただまだ差し返されていないので、はい、使う。おお、素晴らしい。スラで差し返し、差し返されていない状況であれば使ってもいい。まあ10先なんでね。まあ、そうですね。これは強気に立ち確認。これですね。これですね。あ、いい前。おお、地上でかくてる。ヒラキーさん上手いっすね。なんかね、一個一個のクオリティ高いですね、ちゃんと。多分血は昇竜昇竜とかでもいいんでしょうけど。おっとっと、うぇー、昇竜拳と弱ですね、しかもこれはリバサも元気がいい。おー、まいいっすね。こう単発で終わらせずに常にこう、いやー、遅らせダブル。単発で終わらせずに常になんか陣雷なり昇竜拳をつけるっていうのは非常に大事ですけど、あ、やばい、これこれはピオリが近い。おー、次のラウンドのこともあるので温存していく一点構成。これそうなんですよね、エレナ意外にスタンチ高いキャラなんですよ ね、 すね、これ本当に割と牽制で振る技が大攻撃っていうのもあって先端ブロされて昇竜確定しないようなキャンセル可能な中足があれば贅沢言いますね。先端ブロされて昇竜確定しない、そんな中足ある？サードでなくない？壊しブロったらさすがに当たんねえんじゃねえかな。わかんねえな、やったことないけど。わかんない。壊しはわかんないけど、今中足の話なんだけど。これ実際エレナの中足、まあまあまあキャンセルがなんないっていうのが思ってるんですけど、表かもしかしたらキラキ君これで画面端飯食ってくかもしれないですね。これ現状ちょっと分かんなかったな今。パッと見全然どっちか不明でしたね。さあこれで2-1と。チュンリーは先端だとかくんなよ。なるほど。チュンリーは中足先端ブロって昇竜拳かくらない。さすがですね。どなただろう。エレナが揺れてるから勝手に持って、ああそれね。はいはい、はい。エレナだけが突っ立ってるとフラフラしてて体の軸が動くと。あ、なるほど。センターだとワンブロ昇竜は割と使われます。あー、おー、キャンセル。昇竜昇竜関係ないところ、このダブルですね。やっぱダブルがあるからワンブロ昇竜でいいやっていう感じなんですよね。実際そう、中台にしたり中足をやったりする意味はない。まあもちろん陣雷の置き攻めっていうのはありますが、それでももうダメージとしてはダブル昇竜で文句なしと。ジャンプをくぐっていく。そしてエレナの弱点にとってはちょっと飛びが高すぎて飛びやすいところですね、はいはい、なるほど、はい、いやーこの位置入れ替えのジャンプちゃんとリスクを負わせてる厚刈さん、さすがっすね。いいですね。あのタッチューパンチでちゃんと蹴っていく。わー、 EX リンクステイル必殺技では珍しい下段の削りですね。なるほど。ほとんどねえんじゃないかな、エレクぐらい。まあ下段突進がある。あ、まあそうか、そのぐらい。でもほとんどない、うん、かなり少ないです。ゲッゲッっていう技がね、あんまないんだよね、サードって。実際ない、本当にこれ。ゲジョーとか、ゲチューとか、まあまああるんだけど。全部下っていうのは本当にエレクぐらいかね。あと、サード戦はやっぱり、なんつうんですかね、しゃがみガードして立ちガードをするっていう癖がついてるんで。本当それ。一回下段ガードして。あ、これは半角かな、確か。昇竜昇竜。昔ね、これタルさん聞いたんですけど、初段だけだと半角だそうです、はい、フレームの初段だけだと。さあ、ね、投げて切り返す。あれですね、あの画面端で聖地打った後にヤンがEXソード打てるみたいな感じです。はいはいはい。まあそういう意味でもやっぱりちょっとブレイブ不遇な異性感はありますよね。そうですね、ロック技だったりしたらまたちょっと違ったんでしょうけど、やっぱ移動中にフレームを消費してしまうんで出は早いんですけどね。しゃがみ中パンチ当たってるんだけどフレーム当たらないみたいなのはまあよくありますよね。なんかの牽制技を潰して距離が遠くてビアガードになるっていうありますね。まあこんなことはしゃがみ中パンからの EX のコンボもかなり限定限定というか限定で当たらないみたいなのがありますからね。かなりコンボ選択、エレナは腕の見せ所が出る。おお、また中パンチと。これはワンブロ勝利潰すのかな。さあこれで 2-2 いい勝負ですね。お互いなんか手札切っている感じの、うん、そのワンブロ昇竜拳の話を今してたんですけど、まあ、当然のことながら普通にぶっぱ昇竜が強いんで、まあ、実際強いですね。
まあ、それに対してなんか透かして最大なりやってみたいところですね。ただ厚刈さんちゃんとしゃがあのちょっと待って踏み込んでしゃがぐらこすらせてそれを取ってコンボっていうこともやってるので、うわーこのスカリにスライディングこれかなり徹底してますね。素晴らしい、かなり精度高く打ってますね。さあコメント、さあ中盤確認ブレイブ、そうですね、あの中盤割とというよ、あのあーうまい、これはダブル。さあ画面端裏、もう一回画面端です、やります。あーうー、これはまだ死なないがまだ表裏が続く、うわー今度はさばいた、マジでブロッターっぽいですね。そうですね、そうですね、中盤中盤、ブレイブの話も戻ります。確認余裕結構長いんですが、引っ張りすぎると間近距離が離れるっていう弱点ありますね。あるぞ、なんだろう、あさっきのギリギリの逆転ボコです。さあ投げて、おっと、あ飛び込みですね、多分すごいガードジャンプをリスク負わせてく、そうですね、あれだと画面足かなり美味しいコンボ入るはずなので、もう起き上がりのワンドロ昇竜の読み合いはある程度落ち着いてきて、今度は逃げる選択肢にリスクを合わせる展開になりましたね。さあここは使っていく、画面足にしっかり投げる、ゲージはある。おっとこれはブレイブを繋ぎたかっただろう、中段、そうですね、持続ヒットで、確認ブレイブですかね、うん、関係ないよと昇竜拳です。俺さんいいんじゃん、俺さん解説やってよ、分かんねえよ。徹底してんな俺さんやっぱこのステージ目が痛いな、これだけはご容赦ください本当に、ね、このステージでさっきのカロとあのベンちゃんやったらもうえらいことになる、えらいことになりそう家庭用だとなんかあるでしょ、ステージとか自由に選べる、ね、できるできるできる、あと反応昇竜拳早かったが弱だったから届かなかった、そうですね、エレナの飛びの高さが助かりました、ね、ガードジャンプ垂直してますね、波読みにリスクを負わせたかったのか、ブローマレット逃げます、おわいいラウンド8、うわ投げていく、いやマジ一進一退ですねこれ、うまく画面からジャンプで抜けてお前攻めてくるんだろっていうような空気にさせてから前に出ましたね、はいはい、あの素晴らしいですね、このステージといえば最近バインさん元気元気ですよなんでいなくなったみたいなコメントになってる大丈夫です実際ね、やっぱ勝手なイメージだとエレナ使い割とみんな剣嫌だっていうあのコメントの方を聞いたりはするんですが、うん、なかなかどうしてお互い優勝ですね、優勝ですね、はい、ダッシュラウンドアーチやっぱりドシンプルなところのこのねダッシュ投げとダッシュラウンドアーチの見たくですねしっかり投げにあダッシュに投げをかくらせられないとその2択をある程度受けてしまう、はい、まあ沖縄しゃがみ中パンチとかでもいいですけど、ね、まあそうですね、さあブロってしゃがみ中パンにしましたよ今、何か心境の変化があったのか、あーいい勝利、悔しい、さあランドチは、あいい振り方ですが、そうですね、お互いなかなかちょっと飛びにくい展開か、なんだ落ち着いてますね、これちょっとかわいそうですね、このエレナのグラップ特定のタイミングだと表裏が逆になっちゃうっていう、さあいいですね、中間陣内牽制技にしっかり陣内がついてくると結構悩ますからね、はい、わーっとここはしっかり表マジかよ、なんで位置変わるんだろうね、なんかね投げてるモーションの瞬間、はい、だっけ、オロとエレナの特定のタイミングでのグラップで確か変わるんですけど、あの画面端あの入れ替わりね、グラップの移動投げしたら変わる、なるほど、後ろに歩くと思って、なるほど、後ろに歩くと思て、まあそうでしょうな、さあ3対3、今日はいい勝負多いですね、本当に
あなたが言う？いやじゃなくて初戦だもん、ね、初戦だもん、ね、そうそうそう正直ね俺勝手なこと言って恐縮だけど割となんかやっぱキュートユリアンだしハロがしっかり勝つかなみたいなとこもあったので、まあ、まあね説教が必要まあでもベッテさんかっこよかったですねめっちゃ強かったマジ強かったパッチューパン振ってとか聞いたことあるあ案外やっぱり最初の探り合いから随分立ち回りが2人とも変わってきてうんそうですねラウンドアーチもかなり増えてきましたね分かりやすくであと中足がちょっと減ってきたかなあのスラの差し返しの奥でここはシンプルにいってくるおおこれさっきから見ますねこの飛び回避うわすげマジでリバサだよ光った確認で昇竜なのかな一生早かったマジかあラウンドアーチラウンドアーチと投げとこれで厚刈り勝負ですね4対3ですさあ厚刈り側が関刈り1さあ画面は8本目ですねこれで。ああ遠い。でこれ中心一点でかなり前に出るんですけどこれでもだいぶ遠かったですね。怪しい。うわあここでもラウンドアーチ。そうですね。これで2本差つけて折り返せるとでかいですが、さあどうなるか。ああしっかり確認。シフパン一文字対策してる感中大役者殿はスイジャンはケアしている怪しいこれですねこれで画面足取っちゃうとちょっと辛いとこがありますねやっぱりねうわっおー立ってるいいですね、今の水準に安易に手を出さないあたりなんかよく知った2人な感じしますこれはさあ置き攻め重視ブレイブでかわすんーになるのかなあ全キャラにやっぱり強いしゃがみ中盤そうね、毎回回してるわけじゃないからね当たってから間違いなく回してるっていうムーブなのでこれに関してさあ、4対4、9本目、これで関ヶ里1いや、差はつきませんね、本当に怪しいあー、いいめくりからのヒットドセンター怪しそうだよねなんか怪しくはねえかさすがにこれ当たんないんだよなEX リンクセル距離が遠すぎると最後の一撃が当たりませんおおいい EX 昇竜EX 失礼スクラッチホイールかファイターズレディエンゲージうまい
しゃがみ中盤が強すぎて、ええのはやることがない。たまにラウンドアーチ潰したりしますよね。もうやむなしといったとこですね。これはダブルが入らない。しかし画面端の方向、今バヘステになりましたね。あー、これは残るが、お打ちは入らずだが、うわなるほど、ここで1個見せていく。確かにここは1個違う札見せてきましたね。そんな早いの？初段だけ3なんだって。あ、ヘボ流確かにやる。今さ、UX 竜巻でね、そうね、相手しゃがんでりゃ上突き通って逃げれるし、そうですね、なるほど。あー、これはしっかり確認してる。はい、5対4、完全に僅差で席替えです。タイさん、この前のマスターカップどうでしたか？俺ね、準備日だけ行って、土日は別の現場だと行けなかったんですよ。ちょっとね、まあ大変、なかなか大変だったんですけど、いい大会だったと思います。しょうがないし、あの別のところで仕事しました。別のところで別のメーカーの仕事しました。ってことは8割間違っている。さあ、接戦ですね。確かに、いやー、これですね、しゃがみの大根入りですからね、この蹴りなんですよ。うわー、やってきた。さあ、まあいろ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 あるとこういう試合もあるよねっていう。実際ラウンドアーチくれる時って、まあ、投げしけか、あの下段出してる時なんで、下段出してる時の蹴りは大したもんです。やっぱり強いですね、それなりに。おお、うますぎますね。まあ牽制が増えてきて、ラウンドアーチ牽制が増えてきて、こういうのを見せようと。さすがにキラキンさん準備してるだけあって、引き出しがものすごく多いですね。精度も高い。これも確認、立ち確認ですね。おお、あったと。ちょっと昇竜拳、こうもうね、何周してもやっぱ浮き上がりの昇竜拳は強いよねーと。ドーキャンみたいになっちゃった。強しとるけど、なんかね、X 見てるこの勝利を食らってる瞬間だけ。なるほどね、昇竜拳を破らぬ限りみたいな、2000点昇竜。そう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 、昇竜が当たると1000点で、リバーサルで出すと1000点なんで、2000点昇竜っていう。相手の密着に昇竜埋めて、2ヒットガードさせて、半角なし。やばい、すごい時代があったもんね。わー、これは回してましたね。大きい中足からゲージをかなりうまく回してますね、キラキーさん。いいですね、理想的この終わり方。うわー、リープ大勝利。しゃがみぐらいしていたら死んでいた。さあ、これで 5-5。 波動拳をガードとしたら2割減ればいい。何を言ってるの。マブカップとかで、ね、設定でできるダメージ設定。真空波動拳ガードすると体力8割くらいなの。ガリ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 っつって。確かにキラキーさん中段卓がない感じですが、惜しい、意識がすごく高い。さあ、これですね、ジャクゲージ回収も素晴らしい。すごいんだよな、ジャクスクラッチすげえたまるんですよね。さあ、いきますいきます。立ち確認でした。しっかりしゃがみがされては出てて、みんないい。おっと、これは中足中昇竜終わった。あー、できた。中足中昇竜陣雷だったが、死んだかどうかかなり難しいところだった、うん、5対5ですよ。
本当に偏りませんね。かといってお互い同じ動きというわけでもなく、あの完全に、うわうまいなバックステ中盤、ここでもこれは初めてかな。うわーカムラー、うおダッシュ勝利、これはすごい、これはめちゃ減る、うわおすげえマジで。そう画面足ね、これがあるんですよ、すごい爆発力。アツガリさんのコンボ精度がめちゃくちゃ高い高い。今のはね、選択もいろいろ増えてほぼ完璧だったんじゃないかな。うまいっすね。スクラッチの当て方とか難しいんですけどね、あれね。めちゃくちゃ減りましたよ今だ。だからね、ガードジャンプ読み行ったりするんでしょうね、 ああいうのもやっぱり。これは恐ろしい、完全にブレイブより減っていました。減ってた。あーなるほど、この辺りも余計になってきた。回ってきましたね。あっとちょっと反応薄かった。上げて、この速い流れでも差し返しの意識はなくさない。ブラセシャガグラいいっすね、あの手この手って感じです。もうぼらさない、もうこれ、うおさあセーフ、出し名前グラップ、画面を見ています。お互いワンコン圏内ギリギリかな。あー手を出してしまった。終わった、あれーやってきた、やるよ、取っておきましたね。ここで見せますね。11試合後でした。おお、まとまったダメージだが画面端、うわーうわーって言うよねこれね。鉄拳だったらありえないですからね。余裕でヒット確認して4割減らせるのに、それもっと強くていいだろうみたいな、もうフリフレもっとあっていいだろう。おお、あーいい位置で振りますね中足。しかし厚刈さんゲージがあるんでね、画面の位置さえ気にしていれば効果力コンボが出ますよ。惜しい、昇竜ケアだったから今 EX もあると、あー投げがもう移動投げが出なかったのか、うん、逃げます。うわーうまい、ここで対空の毛色変えてきました。これはかなり心のスタミナ大事になってくるかもしれないですね、ここまで長丁場になると。減る、ガードジャンプ、おっとちょっと画面端入れ替えてしまった。これはブレイブ繋がります、持続で当てると繋がるんですね。これセットプレイだったから変えたのか一応。あーなるほど、あそこでも出せる。さあ6対6です。いやー僅差、マジいい勝負、ずっと交互に取ってますね、離れません。日本差になってないね、うん、実力白昼ですね。人は勝利を2回と4回勝利おかしい。実際ね、PA してないキュートエレナは移動してなくて入りますから、まあいる、こんなと怪しい。おーうまい、いいですね、だから勝利。この裏に落ちてグラップっていうのはまあよくある展開なんですけど、そうですね、そうよくある展開をちゃんと拒否していくっていうのは大事。おお、これ仕込みかな、仕込みでしょうかね。ちょっと壊してっとって感じでもなかったので、おっとっと、あーうまい、あーバレていく、まあ、まあ、剣が勝利打つんだからね、エレナも打っちゃいけない必要はない。対空風呂取ったが逆に投げ返されてガードしてますね。これはで EX ライノでソースに入れ替えですね。おセットプレーあるっぽいけど、うわーなるほど。さっきもありましたね、あそこじゃあ大勝利券か中勝利券にしないといけないですかね。それも勇気ですね、まあ、剣が当たり合いやがらいのノリなのか、まあそうですね、まあ、リスクあの場合だと別にリスクもないしみたいな。うわー表中だ。いやーラウンドも白昼している。
してますね。お互いこうゲージを使ってるっていう感じがして、回してますね。いいですね。重傷。先ほどから着地して投げをよく集まりさくうまい。見逃さない。着地して投げを食らっているが。ああ減る。ああ取られた。はい打ち。キラキラちょっと投げをするのが早くなってきたか。しかしブレイブ。斜め端攻めですが。竜巻で逃げるが追っかけてくる。なるほど。ああまい。空対空ですね。You win.さあ、トクラ理論では7本取ったもん勝ちという話もありますが、この僅差だともう分かりません。トクラさん理論っていうのが先に7取った方が勝つっていうトクラ理論っていうのがあるんです。さっき違ったじゃん。はい。こんな僅差だとあんまりね、これも役には立たないんですけど、それだけやっぱり7先に取るって大変なんですよね。いやまあ実際ね、サードではね、10先を長いと見るか短いと見るかみたいなとこもありますけど、魂の50本勝負とか100先とかもありますし、思いよって。さあスクラッチ、豆星入れ替えない。いやこれで減るもんな。勝利打ち合い、10先してりゃこういう試合もある。お疲れさん、ゲージがない。あ、甘い。ゲージがないところで飛び込んでしまった。ちょっとね、あのなんかジャンプ DC で微妙に読み合いあるっぽいね。あそこの DC と何かで、まだラウンド的にも時間があったので1本貯めて前に出させてっていう流れももしかしたらあったかもしれない。後ろ投げ、さあズイッといきます。画面端遅らせ中大ジャンプショーケー。おっとっと、うわー慣れてるなー、半角完全に手慣れてましたね、今ね。緩急つけますね、キラキーさん。じゃあこれは初めてかな、漏れちゃったの。しっかりですね。7-7-14本終わって5分と。徳ちゃんはスポーツの話題の時だけだけっていうのやめてあげる。だけっていうの。はい、まあ、このご時世ね、配信とか大会動画とかよくみんな上がってるから、はい、あのプレイヤーの名前を覚える機会は本当に多くなったんですけど、まあまあまあ、その昔は本当徳良さんのプレイヤーの知識というのはあ、こいつはどこどこでやってる何々使いとかどう知ってるの？トクペディアと言われてた、言ったぐらいですからね。攻撃のことを知らないと怒りますからね。歴史は、そうそうそう、歴史は学んどかなきゃいけないのは分かるんですけど。おーマジ、キラキーさん今メリハリありましたね。ワンブロ昇竜拳を起き上がりにやって、お前ちょっと埋めれないだろうからの間髪入れずに飛びて逃げる、はい、組み立てがしっかりしてます。今度は遅らせちゃうぐらい投げて、難しいところですね。投げ、飛び読みか漏れちゃった結果が。おっと反撃をミスってしまったが投げれんでいく。さあ柔道ってやつですね。あー多分最強の位置の中盤ですね。当たらない中盤ほど強いものはないから、ね、いそれ本当に。あーっとっと大事には至らず。おっと珍しい。ああダッシュガード、ここら辺でも戦略が見える。いやーマジミスないなこれ。さあここでキラキーさん2本練習しました。8-7。いやまあ知識ってこのゲーム、まあ、もう20年経っても新しく分かることいろいろあったりするんで、そういうので変わったりすることもありますけど、
まあみんな昔は手探りだったよね。まあね、ゲームレストランだったらね、変な話ね、ちょこちょこ更新したりするわけだよ。慣れたらあんまり怖くないっていうか。いや怖いっすね。実際怖いよ。さっきの壁のコンボ見ても明らかに怖いっすね。なかなか見れないですけどね、あんな爆発力大会に出されたらと思うとね、やっぱり怖い、困りますね。ああ、まあそうですね、この技にはこれで半角みたいなので体感の人も多いですね。この技やった後は なんか有利っぽいからこっちボタン押していいよとかね。そうそうそう、やっぱブロッキングがあるせいでそこら辺はすごく難しいですね。有利だからボタン押していいよ。うわそこで EX 竜巻中昇竜か。これ初めての展開じゃないですか。ですね、引っかかりましたね。そろそろ切り札出してくるか。とっとっと、これはさあコンボ選択して、とっ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 と、このゲームのインデックスは出た。これはうまい、振り返し、これはめちゃくちゃうまいですよ。これはつながります。ちょっと安いけど補正はすごい効いてる、うん、うますぎる。うますぎます。日和らないね。今の逆転の流れはすごい。これで8-8、日本差には本当にさせない。しかし着々と終わりに近づいてきてます。来ましたね。泣いても笑ってもあと3本、17本目。そうね、エレナのあのお尻突き出す勝ちモーションはすごいですね。あれなんか元ネタあったんでしょ。元ネタかは分かんないけど、間違いなくサードで一番ヌルヌルしてるのはあそこですね。なんかね、洋楽かなんかのね PV で、あれと全く同じモーションしてる動画が貼られてて、リスペクトなんだ。ガードしてる。いやこれはダメージ取りに行った。さあセットプレーがあんのか。うわーリバーサ昇竜。あーブロック昇竜拳、ブロッテ昇竜拳はもう考えて考え抜いた策だったんですけれども、無情無情ですね。相打ち OK 大昇竜、体力の差が響いちゃいました。これちょっと多いですね、着地に投げ食らってしまうっていう。わりかし勇気を持って飛んでいるんですけど、暴れてった。あ、やっぱりあるか PV で。デイビッドリーロス、ちょっと見てみようか。あ、ガチ。いや、私は知識の泉ではなく、たまたまツイッターのタイムラインに流れてきたのを覚えてるだけです。 あっと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 、ちょっと疲れてきたか。さあ、先リーチはキラキー、キラキーですね。体力で疲れて、体力の話も出てきますね、これは。本人の体力の話も。帝です。あ、そうなんです。あの高田馬場の味方です。あ、はい、はい。先ほど2つありますから。そうそうそう。今度はそれ言わなきゃいけなくてめんどくさい。ガリアツ踏ん張ると、さあ誰かなコメント。いやーでも離れないですからね、この試合。ただここで何かとっておきがあるかもしれない。ああ、やっぱこれ強いな。読み合い回さなきゃいけないのはめんどくさいですね。アスカルさんもブロガードとか知るんですよ、知るんですけど、やっぱノイズが走りますね。10先さすがです。でも SA は変えませんね、もう徹底してブレイブ上げて、さあ投げ投げ投げと投げと、さあ次ガードジャンプ。あ、ここでラフンドステップ。これは前台系ですね。ですね。さあ引き離されるわけにはいかない、ここで終わってしまう。ゲージもある。うわー強すぎるなこれ。昇竜拳強いな。3割減っちゃうんだよな。さあターゲットもあるのでちょっとお見合いしたが、はい、おっとちょっとオラスマスたかね、今ね、ギリギリ届いた感じ。読み合いでした。なるほど。さあ競ってますが、いや、わからない。これは
出るかもしれない。あーやりたい、何かやりたいっぽい、うん、2回今しかし牽制から陣雷つけれなくなってきました。疲れてるんでしょうか、ちょっとしんどそう、他の技を見てるのかもしれない EX の動拳、はい、まあとりあえずゲージ回していく、一文字ガードあっとやりたかった、赤取りいったがダーシュとさあスーパーリーチは 2P 側キラキー最後となるかどうか、ちょっと飛びが目立ってきたあつがりさんですが、父親いらんない気持ちもよくわかるよこれ、うまいグラップですね、出し投げ、これは命かけにいってます、ここでダメージ取りたい、しゃがみぐらいじゃなかったね、すげえ微妙なあれでしたね、リープでしたがじわじわ来てますダメージ、お互いゲージはある、あ残りますが技の強さうますぎる、しかし次置き攻めくあはぁ足を振ってた、怖すぎる、赤取ったのシングジッタの確認ですね、これは見てる、いや熱くさせますね、これはね熱い、楽しかった、あの赤ミスったの確認ちゃんとしてんのはマジでない、いやこれだけやっぱりこうストーリーがあるとなんで置き攻め行かねえんだよって言えなくなりますね、あれはなる、お互い下がる、すごいな今の確認どっちかな、まあ削ったら削りの意味もあるかもしれませんけど、あとはいえこれで19本目さあ勝った方の勝ち、まあ勝負です、勝負です、そうですね、この辺はもう気持ちが出る試合になる可能性ありますよこれ、いや入らない、さあ投げていく、このリーを取りたい、遅らせしゃがみ中盤勝利を潰していく、あー中大波動陣内置き攻め、これは当然、おっとうまい、届かない、まだある、これをリーチある、ちょっ何のリバサ打ったかによるな、うわ届いてるね逃げジャンプは許さない EX、 あのライドホーンだったんですが、あらここに来てまだ読み合いは回していく、さあスーパーリッチ2回目ゴーホープレム、まあ、ゲージがちょっとあまりガチ、うえぇさあガメ足、ナイスガードですね、あいいですね、あの当たったり、あこれはかなり美味しい展開、うわこれはいけないね、うわ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 ゲージ使っちゃった、これは死ぬ、ものによっちゃ死ぬ、届いた、おこれは削りかな、削りですね、おそらく、あすごい、スーパーファイナルラウンド、いやお互いゲージがいいですよ、いいですね、完全にどっちもいける、さあキラキ、まあ、お互いちょっとゲージをうまく回した方の勝ちなんですが、割とぶん回せるのは剣の方なのか、おっとちょっとのけそった厚がり、ここで中8中昇竜神雷甘えない、投げ通った、まだチャンスがありますね、あっとこれつらい、まだ通る、確認してる、すごい読み上がる、熱い生ですね、これも生、なるほど、熱さ使っていかない、まずダメージ取ろうって感じがしか、スクラッチ入って、ゴアジスクラッチ勝ったのは熱がりお互い疲労困憊です、疲労困憊ってレベルじゃないです、いやー10作詞に残るレベルのいい勝負だったと思います、ぶっちゃけ、じゃあくっそ渋い顔してるけど、まあ、いやすごかったよ、キラキーから行こうかいやもう恥ずかしいです、恥ずかしい、恥ずかしい、もう最後が穴が入あったら入りたいです
もう計画が頓挫しました。何どういう流れでそもそもやる感じだったの？本当はタミさんとやりたかったんですよ。タミさんとやりたくてやりましょうって言ったら、あ、あつがり倒してこいと。あつがりを倒したらやってやるよって言うんで。どんだけ上からなのあいつ。なるほど。まあやったんすけどダメでしたね。いやでもね、マジいい勝負だったよ、本当に。さっきの話もそうだったけど、あ、ちょっと画面が、あ、大丈夫。もう恥ずかしいんで帰っていいですか。まあね、これで負けたらね、さすがに悔しいわ。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また誰かとやってください。ありがとうございました。はい、どうも、暑がり勝てて本当に嬉しいです。結構前から予約、まあ、2、3週間前から予約入ってたけど、そうですね、ちゃんと練習はお互いしてきた感じで、はい、そうですね、9月終わり頃にタミさんから突然戦ってくれと言われまして、なんでお前もその土俵に乗ったんだって話だけど。なんか バキのなんか徳川さんみたいなことを。 あいつそんな枠なの。いや違うけど、そんな気分で頑張ってちょっと、まあ小松菜さんとかに手伝っていただきながら、はいはいはい、ああなるほどね、こういう防御していこうかなみたいな気持ちで。いやーねー、マジ、まあちょっと解説が俺と BBK で知らない2人で申し訳なかったんだけど、はい、それでもなんか読み合い回ってるのがよく分かったし、あ、そうですか、マジ2人で、はい、なんか10先ザ10先って試合をしてくれたと思います。まあ一応なんか中大赤取れたらいいなとかやってて、うん、まあ実際にできた1回だけできたとか、まあそういう一応成果がまあ動画に残ったのは良かったなと思います。いやー本当になんかちゃんと積み重ねたものが出た試合だったと思います。はい、よかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。疲れました。今からもう1回やろうはひどくない？この試合やった後にやるのは。あ、どうもお疲れ様でした。です。ショーがしれっと遊びに行った。キラキーがコアコア陣内ミスった後に、はい、まあ一番最後コアシ昇竜で死んでたじゃん。はい、あ、そうね。で悔しそうに。席を立って俺がたまたま隣にいたから立った瞬間にあいつ俺の目をずっと見てきて全然関係ないよな。全然関係ないよ。ずっと見てきて急に笑い出すっていうね。あ、まあそりゃねそんなもんも出ますよ。まあだいぶちょっと恥ずかしい思いをしたみたいで。いやーマジね、いやすごい試合だった本当に。いやお疲れ様でした。いやね正直ね全部長丁場だったんで2時間半ぐらいか6時半からやったから。ですね。さあ、じゃあちょっと今日の振り返りいきましょう。ショーもありがとうございました。開幕、1本目カロリーヌ VS 弁当屋10対7で弁当屋の勝ち、太平洋シャボテンが10対9で、太平の勝ち、